遺産数理工学の11回目の授業を始めていきます。今日の内容は、乱拓データ構造とアルゴリズムの2回目発展になります。はい。で、今日の内容はですね、また典型的な乱拓アルゴリズムの解析ができるようになりたいわけですけども、今日はですね、この多項式の同一性判定という話を主にしていきます。で、まあ、その中でですね、このシュワルツ・ジッペルの補題というものがあるんですけども、まあ、これを紹介するということになります。で、この多項式の同一性判定っていうのは、すごく数学的な問題のように見えるんですけども、応用がとてもたくさんあります。で、まあ、とてもたくさんあるので、たくさん挙げることはできるかもしれないんですけども、まあ、時間に限りもあるので、まあ、一つだけご紹介するということになります。で、それはですね、授業のコメントの中で、その群の結合性の判定、あるいは確認っていうのをどのようにやったらいいのかっていう話があったので、まあ、それに関する話をご紹介しようと思います。で、これ書いてある重要なことでですね、成功確率の増幅っていうのがあります。まあ、プロバビリティアンプリフィケーションと言ったりするんですけども、英語で。これがですね、非常に重要で、まあ、それは何なのかってことも説明します。はい。でですね、まあ、復習ですけども、乱拓アルゴリズムって何だったかというと、乱数を用いる、あるいは用いてないアルゴリズムのことでした。で、まあ、それ前回からやってるんですけども、で、乱拓アルゴリズムの、まあ、類型というか、まあ、パターンというか、二種類大体あります。主に次の二種類に分けられます。で、名前はついてですね、ついていて、まあ、ラスベガス型と呼ばれるものと、モンテカルロ型と呼ばれるものがあります。で、なんか乱数を使うと、結果がですね、正しくないとかですね、結果が、なんか、いい加減というか、そういうような印象を持つこともあるかもしれませんけども、前回やったですね、その前進問題とか、あるいはクイックソートというものはですね、乱数を使ってるんですけども、最終的な、出力ですね。というのは、必ず正しいわけです。前進問題の場合は必ずその1番という頂点にたどり着きますし、クイックソートの場合も必ず最終的に整列済みの配列が得られるということになるわけです。で、そのようなアルゴリズムは、まあ、このラスベガス型と呼ばれるようなものです。何かというと、必ず正しい出力を行うということになります。で、必ず正しい出力を行うんだったら、なんでこう乱数を使う必要があるのかなってことは、まあ、思うかもしれませんけども、乱数を使うと、設計がしやすかったりですね、あるいはその、計算量と呼ばれるようなものが小さくなるというような効果があるということになるわけです。で、特に、まあ、この場合、その計算量が確率的に定まることになります。だからその使う乱数によって、例えばそのクイックソートの場合には比較回数が変わるということになります。で、一方ですね、この下に書いてあるモンテカルロ型っていうのは、その初めに言ったですね、もしかしたら出力が正しくないかもしれない。で、まあ、そういうような雰囲気を持つアルゴリズムです。新しい出力を行う保証がないわけですね。で、まあ、その何をもって、正しい出力と呼ぶのかってことは、いろいろと問題の設定によってあるわけですけども、まあ、それは今からいくつか例を見ていって、どういうものなのかってことを感じてもらえばいいかなというふうに思います。でですね、じゃあその時に、正しく出力を行わないかもしれないので、確率的に何が決まってくるかっていうと、この正しい出力を行うのか行わないのかってことが確率的に決まります。で、大体の場合、計算量っていうのは、固定になります。固定っていうのはどんな、乱数を使っても、そうですね、乱数としてどのような、数値が実際に、得られたとしても、計算量が変わることはあまりないです。が、その正しい出力に対するズレが確率的に定まるというのが、モンテカルロ型アルゴリズム、乱拓アルゴリズムにおいて、その確率が定めることになるものの特徴になります。で、もちろんですね、まあ、この二つの、特徴をですね、合わせ持つような、乱拓アルゴリズムっていうのもあるんですけれども、まあ、それを、まあ、ここでは二つ分けているということですね。まあ、なんか名前もですね、ラスベガスと、なんかモンテカルロっていうのは、これは、いわゆる、大きなカジノがあるということで、昔から知られている場所ですけども、場所とか土地というか、都市と言ってませんね、場所ですけども、まあ、ちょっと、洒落た名前がついているということになります。で、今日やるのは、このモンテ型、まあ、モンテカルロ型
ランタカアルゴリズムの方になるということになりますね。前回やったのが、このラスベガス型ランタカアルゴリズムになっているということになります。で、このザモンテカルロ型ランタカアルゴリズムの例として、次のようなものを考えていきましょうということになります。でそれが多項式の同一性判定という問題です。でどういう問題なのかということは、まずその例で見てみましょう。今ですね、X に関する2つの、まあ、実数対乗の多項式。だから、まあ、係数を実数とする多項式ですね。は、が今2つあります。こことですね。で、この2つは同じ多項式ですかということを、まあ、判定したいというか、今問われているとしましょう。これですね。上の方は x マイナス2の2乗マイナス x プラス4かける x マイナス3プラス 2x マイナス1の2乗という多項式ですね。これ x に関する多項式ですね。で、下の方は 4x2 乗マイナス 9x プラス17というものです。で、ここでですね、まあ、2つの多項式が同じであるというのはどういうことかということは、まあ、定義しないといけないと思うんですけども、この場合はその任意の、まあ、実数にしますね。任意の実数 x に対して px イコール qx から出すこと。というふうにしています。この書き方、これは、係数を実数とする X に関する多項式の集合だと思ってください。この R です。まあ、ここも使わないので、別に気にする必要はないですけども、まあ、そういうものだと思ってください。で、まあ、この定義に従って、まあ、この問いに答えたいんですけども、まあ、皆さんこれどうやって考えますかということになります。で、まあ、これ、まあ、いろんな考え方はあると思うんですけども、大きく分けて、重要な考え方というか、思いつく、方法というのは2つあると思います。で、1つはですね、展開すると言ってますね。何かというと、PX っていうのはなんかすごく複雑な形をしていますから、これ展開しましょう。で展開すると。例えば、X マイナス2の2乗っていうのは、X2 乗マイナス 4X プラス4と等しいわけですね。これ、書き換えられるということになります。この真ん中にある x プラス 4x マイナス3というのも、x2 乗プラス x マイナス12に書き換えられるというわけです。で、これやっちゃうわけですね。まあ、最後の 2x マイナス2乗も書き換えると。で、そうすると、x2 乗の項っていうのがここ3つありますから、それをここで整理すると。x の項も整理する。定数項。形にすると、これ 4x2 乗マイナス 9x プラス17という形になるということが分かって、これは 9x と等しい。という形で、この二つの多項式同じだということが分かるということですね。うん。これはいいですよね。まあ皆さん、こういうふうに考えるかなってことは思います。でも、他の方法もあるわけですね。他の方法。例えばですね、今この px と qx 見るわけです。で、そうするとですね、これはどちらもですね、たかだか二次式です。qx の方は二次式だってことは見てパッと分かるんですけども、まあ、QX の方は二次式だとすぐに見てわかるんですけども、まあ、PX の方はもしかしたらこれ計算、さっきみたいにこれ展開するとですね、X の2乗の項なくなるかもしれませんから、まあ、二次式じゃないかもしれないですね。まあ、だから高々二次式というふうに言ってます。あ、まあ、一次式かもしれない。ゼロ次式かもしれないというわけです。で、そのことから何がわかるかっていうと、だから PX っていうのは今、高々二次式なので、まあ、展開し終わったら、どうなるかわかんないですけども、なんか AX の2乗プラス BX プラス C とか、こういう形で書けるわけです。で、A と B と C っていうのはなんかこう、実数ですね。だからこんな形で書けるわけです。で、こんな形で書けるってことは何かっていうと、で、だから実際この A と B と C ですね。この A と B と C っていうのが、まあ実際、この4とマイナス9と17に等しいんですけども、これをその展開して求めるんじゃなくて、何をするかっていうと、この X にですね、適当な値代入しましょう。で、3つ代入する。3つの点で評価する。で、そうすると、3つの点で評価すると、例えばですね、まあ、x0、x1、x-1。で、そこで評価するとしましょう。で、そうすると、そこで何が得られるかっていうと、この式、上の式から何が分かるかっていうと、例えば、p0 っていうのは c であると。で、p1 っていうのは a プラス b プラス c であると。で、P2 っていうのは、4A プラス 2B プラス C だと。こういうふうにまあ分かるわけです。で、そうするとですね、これが、これ PX ですね。PX が QX と等しいんだったら、ここに出てきた値っていうのは、それぞれ、90、91、最後は92と等しくなくてはいけないわけです。等しくなくてはいけないわけです。そうすると、ここにですね、A と B と C に関する連立方程式ができるんですね。
時だけどね、一時方程式ができるわけです。連立方程式ができるわけです。で、これ解けるわけです。まあ、解けるわけです。まあ、解けるっていうことは、まあ、この場合できるんですね。解けるわけです。ってことになるので、そこから A、B、C がわかります。で、実際それ解くと、この A が4、B がマイナス9、C が17になるんですけども、なるはずなんですけども、ってことは、逆の考え方をすると何かっていうと、この P0、P1、P2 っていうのをここに入れてあげると、その、P0 と Q0 とか、P1、P、Q1、P2、Q2 っていうのは同じになってないといけないわけです。で、同じになっていれば、この係数がそこから定まって、この形になって、もともと考えていたこの PX と QX は等しいということがわかるということになります。ので、やりたいことは何かっていうと、この3つの異なる点で評価して、この P0、Q0、P1、Q1、P2、Q2 っていうのが、それぞれ等しいということを確認してあげるということになります。で、それを今ここでやっています。はい。で、実際ですね、ちょっと書いてお話しますと。で、実際ですね、これやってありますと、例えばですね、X が0のとき、P0 と Q0 を計算すると、これ17になる。どちらも17になる。X が1のときには、どちらも12になる。で、X-1 のときには、どちらも30になる。という形で、この3つの点で同じ式が得られているので、この2つの多項式が同じであるということがわかるということになります。いいでしょうか。今これ二次式なので三つの異なる点となったってわけですね。で、だから例えばこれがですね、どうしようかな。K 次式だったらこれは K プラス一つの点で、異なる点で評価するということになるわけです。いいでしょうか。はい。で、まあ、この二つの方法ですね。展開するっていうのと、この異なる点で評価するっていう、まあ、こういう二つの、手法が大体あります。でじゃあ、この二つをですね、ちょっと、比較したいんですけども、まあ、それと良い点と悪い点があります。で、展開による方法と評価による方法、良い点と悪い点って言って、まず良い点としてあげているもの。これ両方とも、これ共通してますけども、同じか同じね、でないか、必ずわかります。必ずわかります。これは、非常に重要ですね。これで必ずわかる。で、展開による方法、良い点もありますね。これ多変数多項式を使える。うん。そうですね。多変数多項式も展開できますね。だから今のは1変数でしたけども、これ多変数を使う。これはでね、実は評価の場合も同じです。評価の場合も先ほど書いてあったその A、B、C っていうその、係数があるんですけども、それを定める連立方程式を解いていることの、なんか逆のことをやってるっていうふうに思うと、そのような連立方程式を作るってことを考えれば、多変数多項式ではできるということになるわけです。で、上、展開の方法の悪い点があります。もう展開ってめちゃくちゃ大変です。割と大変です。割と大変っていうのは、まあ、手計算も大変ですし、計算機でやるのも割と大変。まあ、できますけど、割と大変です。で、それに比べてですね、評価。なんか異なる点を与えて、そこでその、多項式の値をですね、評価するっていうのは、それはですね、代入して計算するので、これは割と大変じゃなくて、これ簡単なんですね。その点はいい点です。評価は。だから、その、一回一回の評価は、これ簡単なんですね。評価による方法において。ただですね、その悪い点があって何かというと、多変数多項式の場合はですね、評価する点の数が非常に多くなる可能性があります。で、それは次で見てみましょう。はい。で、この、多変数多項式だと、どのぐらい評価する点の数が多くなるのかってことを言うと、先ほどの場合は1変数でした。で1変数の場合に、実数が高々 D だったら、先ほど K と書きましたけども、まあ、D だったら、評価する点の数は D プラス1で十分だということになるわけですね。で、それは先ほど1変数の場合にやった、つまりその1変数の場合の多項式のそのまあ係数として出てくる部分っていうのの数は D プラス1個なわけです。じゃあ、これがですね、2変数だったらどうでしょうということを考えましょう。で、2変数だったで、次数が高だから D。多変数の多項式の次数っていうのは、各変数の次数の和だと思っています。各変数の次数の和。書きましょうかね。変数多項式、単項式か。変数単項式。の次数といったら、各変数の次数の和です。
例えばですね、今この PXY っていう、これ二変数多項式がここに書いてありますけども、で、これは X2 乗、XY、Y2 乗、XY、で、ここは定数って形になってるんですけども、これ次数だけ見ると、次数はですね、この初めの、ここは2次、ここも2次、ここ2次、で、ここは1次、ここ1次、最後0です。なんかこんな形になっている。だから、これ全体としてはこれ2次の多項式になっています。D が2の場合ですね、この場合。D が2になっているわけです。で、そうするとですね、そうすると、ここでは、係数がいくつあることになっているかっていうと、1個、2個、3個、4個、5個、6個、います。これ6個ですね、6個ありますね。だから、定めなくちゃいけない。のは、6個の、係数なので、取らなくちゃいけない異なる点の数というのは6になります。で、一般の場合はですね、これ D プラス2中図2になりますね。D が2の場合は、これは、2プラス2中図2なので、これ4中図2で、これ6ですね。で、確かに6個あるということになります。という形で、増えますね。増えますね。一つ、変数が増えると、だからこれ、だいたいこれ、D プラス2の2乗ぐらい。オーダー D の2乗。どう言えばいいかな。オーダー D の2乗。ですけど、ですから、もともとオーダー D だったものが2乗に増えちゃうわけですね。で、一般にですね、これは、N 変数の多項式だとどうなるかっていうと、これ D プラス N の中図 N、D プラス N 中図 N になります。まあ、これはですね、ちゃんと、考えればわかるんですけども、これが実際に、例えばですね、N が100、で、D が10だったらどうなるかっていう、これ計算するとですね、こんなになりますね。約46兆になります。46兆点をですね、取って計算しなくちゃいけない。これ大変なんですね。まあ本当に我々これできるかどうかするとよくわかんない。よくわかんないですね。これ大変なんですね。で、そもそもこんな100変数の多項式、10次、次数10のこんな考えるのかっていうふうに思われるかもしれません。これはですね、先ほどちょっと言った、たくさんある応用ではですね、考えることがあるわけです。なので、こんなことしますかなりますね。46兆点取りますかってことになりまして、まあ、これが大変だなって。これはですね、まあ、展開するのも大変だし、評価するのも大変。どちらも大変で困っちゃったということですね。で、これは、まあ、困っちゃったら終わるとですね、まあ、本当に困っちゃったって感じになっちゃうんですけども、まあ、これ解きたいわけです。解きたいわけです。で、解きたいので、まあ、どうしたいかっていうと、あそこで、乱卓アルゴリズムっていうのを考えましょうということになります。で、何かというと、評価する点がランダムに選ぶってことをします。先ほどですね、46兆点ぐらいを取らなくちゃいけないとかって言ってるんだけども、そういうことを無視して、もう1点ランダムに取ります。で、まあ、ランダムに選ぶ方法っていうのはいくつかあるかもしれませんけども、今から考えていく方法は次のような方法になります。どういう方法かというと、あと有限集合 S っていうのを決めます。有限集合ってあるんですね。実数の有限集合、実数はいくつかですね。集めて集合 S というのを作ります。で、この S から、一応分布に従って、取る。だから復元抽出ですね。によって選ぶ。S から N 個の点を復元抽出によって一乗に選ぶということをします。まあ、これはですね、S の N 乗っていうその直積の集合から一つの点を一応分布に従って選ぶというふうに言っても構わないです。でですね、まあ、ちょっとこの、パッと、皆さん思うかもしれませんけども、なんでこの有限集合を選ばなくちゃいけないこの R っていうのがもともとあるんだから、R から一応分布に従って点を選べばいいじゃないかって思うかもしれませんけども、この R 上の一応分布が存在しないんですね。だから、まあ、この一応分布で考えると分かりやすいので、そういうふうにしたくて有限集合を取ってきています。で、実はこの有限集合は何でも良いということになります。何でも良いです。ので、まあ、それを考えるということにします。はい。で、これがですね、考えている状況です。何かというと、今、M と D っていうのは自然数なんです。その P っていうのは N 変数実多項式、実数が高々で D であるとします。で、この P というのが、多項式として0であるかどうかってことを、判定したいっていうふうに思いましょう。先ほどまではですね、なんか P と、PX と QX っていうのが、すべての実数において同じであるかってことを聞いていたんですけども、これはですね、これ移行すると PX-QX がイコール0ですかってことを聞いているのと、まあ、同値なわけです。同値なわけですね。だから何かというと、多項式があって、多項式がそれが、いつでも0ですか
っていう質問を、に答えられる、答えられれば、先ほどの質問も答えられるということになります。はい。で、何をしたいかというとですね、今、じゃこの質問に答えたいんですけども、仮に、この左辺の多項式ですね。で、まあ、この左辺の多項式を今、また P と置き直してると思ってください。で、それが、高等的にゼロではない。だから、ある X に対しては、PX がゼロじゃないっていう形になっている場合を考えます。つまり、今、この質問を書くとですね、この質問。この質問とか、今書き換えた質問を書くと、PX は、すべての、実数 X の0ですかっていう質問に対して、答えが NO である場合を考えていると思ってください。で、その時に、先ほど言ったみたいに、このランダムにですね、点を選んで、それを評価すると何が起きるのかということを考えます。はい。で、さっき言っていた、状況で、設定で S というのを有限集合を取ってくるというふうにします。で、この時に、S という集合から一応分布に従って独立に R1 から Rn っていう実数を選んでいきます。これサンプルですね。これ選んだ時に、この R1 から Rn っていう点で、この P を評価します。P、R1、点点点、Rn というのがあります。これはその P という多項式を今選んできた点で評価する。で、その結果が0になる確率はいくつでしょうということを考えます。で、それは実はこれ以下ですよというふうに言っています。で、これは何でしょう。何かっていうと、分子の方は、これは P の実数ですね。ここですね。P の実数です。で、分母の方は、これは、この、なんていうんですかね、標本空間の大きさですね。標本。標本空間の大きさ。大きさってのは、予想数のことを大きさと言ったりします。はい。ということが言えます。以下だってことが言えます。何かというと、これは、高等的にゼロではないですね。P ってのは。P ってのは高等的にゼロではないので、この、なんか、サンプルですね。R1 から Rn っていうのを取ってきたときに、それによって、この P が0でないってことを言えると嬉しいわけです。そうすると、正しく判定できるから。だけども、その正しく判定できないときっていうのが、いくつか起きる場合があるわけです。だけども、その正しく判定できないっていうことが起きる確率っていうのは、何かで上から抑えられますよってことは言えるわけですね。何か上から押せられますよ。で、しかも何かというと、この S っていうこの標本空間の大きさをすごく大きくすると、この確率っていうか、この右辺ですね。右辺が小さくなります。小さくなるので、誤る確率をすごく小さくできますってことが、この答えからわかるわけです。いいですか?で、まあ、これはですね、この答えはシュワルツとジッペルによって証明されたというふうに言われてますけども、まあ、同じような命題をちょっと前にデミローとリプトンも証明しているということが、まあ、リプトンによって指摘されたというか、まあ、そういうことになっています。はい。だから、まあ、シュワルツ・ジッペルの答えと呼ぶのがいいかどうかっていうのはまたちょっと、議論もあるかもしれませんけども、まあ、この名前で大体通っているので、ここでもそのように呼ぶことにします。よろしいでしょうか。でですね、まあ、これはちょっと後で証明するんですけど、またこれを使うと、まあ、どういうアルゴリズムが作れるのかっていうことを紹介します。これですね。じゃあ、多項式。同一性判定に対する何とかアルゴリズムでこのように作りましょうと。まず適当に、標本空間 S っていうのを選びます。適当っていうのはどんな風にで、これは本当に適当にでいいです。何でもいいので作ります。で、R1 から Rn っていうのを一応分布に従って独立に選びます。で、先ほどのしばらく実験のお題の、状況と同じですね。で、それで、P において R1 から Rn を適用した。P を R1 点点点 Rn という点で評価した値から Q を R1 から Rn という点で評価した値を引きます。で、これが0だったら同一であると答えましょう。で、そうじゃなかったら、ノットイコール0だったら同一でないと出力しましょう。ということになります。これだけです。で、これはもう1点だけで評価してるんで、これ非常に簡単なんですね。非常に簡単です。で、じゃあこれで何が起きるかってことを考えてみましょう。
じゃあまずですね、この P と Q が実際この同じ多項式だったら、任意の実数 X、実数って言っていいかな、任意の X に対して、この二つ、二つの多項式が同じである。ならば何が起こるかっていうと、これはですね、何を別に、R1 から RN と選んでも、やっぱり同じなわけです。同じなので、この3番のところで必ず上の方の、条件が成り立ちます。つまり、これ必ず同一であると記録します。だから、同一であるときには、アルゴリズムは同一であるというふうに正しく答えることになるわけです。だから、この場合は、このアルゴリズム間違いません。間違いません。で、一方ですね、この2つの多項式ですね、P と Q。っていうのが、同じじゃない場合、何が起こるかというと、これですね。だから、ある X に対して PX と QX が、等しくない場合。この時には P-Q っていった公式は、高等的に0ではないわけです。ですよね。だから、先ほどのシュバルツ実験の答えを考えると、この P-Q の実数は、まあ、今わかんないんですけども、これは仮に D であると。すると、この P において、P に対して、なんていうか、P を R1 点点で R2 で評価した値から、Q を R1 点点で R2 で評価した値を引いたものが0になるという確率は、先ほどの答えから S の要素数分の D 以下になるということになります。つまり、正しく、だからこれはですね、これ間違って、同一であると出力する確率が、これ以下だってことを言ってるので、余事象を取れば、正しく同一でないと出力する確率っていうのは、1マイナスこの値以上になります。で、上の値は小さいと思ってますから、こちらの方が大きいと思っております。いいですか？で、そうすると、まあ、大きな確率で1点選んでるだけなんだけども、このアルゴリズムで正しく安定できそうだなって気が、まあ、するわけです。いいですか？でそうするとですね、今、このアルゴリズムは何がいいかっていうと、評価とても簡単です。1個の点、なんか R1 から R4 選んでるわけ。1個の点に評価するわけですね。で、良い点、もう一個ありますね。多変数多項式でも評価する点の数は少ないです。これも1点でやってます。あるいはその、多変数 N 変数であっても、選んでいる乱数というか、そのサンプルの数っていうのは N 個なんです。非常に少ないです。だから、で、しかも、この、次数によらない。次数に依存しない。ですね。で、何が悪いかというと、たまに間違うわけです。先ほどですね、まあ、ここで、正しく同一でないと出力する確率は大きいと言ってるんだけども、大きいと言っていても、まあ、間違う可能性もあるわけですね。まあ、それが悪い点になります。で、まあ、この良い点と悪い点っていうのを、先ほどのその、バランスを使わない展開による方法と評価による方法とちょっとまあ比べてみたいかなと思うわけですね。そうすると、ま、こんな感じですね。この展開評価で、その、乱数を使わない場合っていうのは、必ず正しい出力が得られるんですけども、この乱択にすると、ま、そうとは限らないわけですね。で、一方ですね、その計算の簡単さを見ると、展開する場合には計算は難しいかもしれないし、評価する場合は一回一回の計算は簡単だけども、その、評価するための点の数が多くなるっていうのが問題点でした。で、それらの問題点は、この乱択による方法はないと思います。例えば、ね、先ほどその言っていたこの評価する点の数を比べると、N が100で P が10の場合っていうのは、乱択ではない場合は、約46兆と言っていたんですけど、乱択の場合には1個点を取れば十分だと思います。1ですね。46兆と1、むちゃくちゃ違いますね。っていうのが重要です。で、必ず分かるわけではないっていうのが乱択アルゴリズムのこの場合、悪い点であるんだけども、そうだったとしても間違える確率っていうのは、この S の要素数分の D 以下であるというふうに抑えられるということが重要です。で、これが分かっているのが重要で、これがあるから、その間違ったとしても、なんで間違っているんだろうとか、そういうことがですね、解析できるようになります。まあ、間違ってるか間違ってないっていうことは、その、アルゴリズムのですね、出力見てもわかんないんですけども、そこからいろいろと考えるということができたりですね、次のような考察ができるということが重要です。で、何かというと、ですね、この間違い確率を小さくしたいと思ったときに、何ができるかっていうと、先ほど言ったみたいにですね、この S というこの標本空間の予想数を大きくするということがあり得ます。で、そうすると、例えばですね、D が10だったら、S の要素数が100と200の場合比べると、間違える確率っていうのは10分の1と20分の1ってとても違うということになります。すいません。
で、こんな感じで、係数をですね、大きくしてあげれば、確率が、間違うための確率が小さくなるということが言えるんですけども、別の方法もありまして、それがアイデアです。それは何かというと、同じアルゴリズムを繰り返して実行するということです。で、どういうことか。今ですね、これを見ましょう。こういうことを言います。今、さっき、アルゴリズムの実行前にですね、この反復回数っていうものを決めておきます。で、これ今、ラージ系ということにしましょう。で、何かというと、先ほどのランタクアルゴリズムを K 回独立に実行するということをします。ただ、その K 回実行すると、毎回ですね、同一である、同一でないっていうことが出力されてくるわけです。で、何するかっていうと、その K 回出てきた出力を見て、1回でも、等しくないんですよ、ということが起きていれば、同一でないと出力しましょう。で、そうじゃなくて、毎回毎回、警戒とも同じですよっていう、出力がされたんだったら、やっぱりそれは同じでしょう、というふうに思う、ということにします。いいですか？で、そうすると、先ほどと同じように、P と Q っていうのが、多項式として、初めから同じだったら、そうでないっていう方は、これ必ず起こるわけです。だから、正しい出力が得られます。いや、そうじゃなくて、この P と Q が等しくない場合、これですね、ある X に対して、ある X に対して P と Q が等しくない場合を考えます。で、そうすると、このアルゴリズムですね、この警戒反復するアルゴリズムによって、間違って同一であると出力されるのはいつなのかというと、先ほどの言い方で言うと、この警戒とも、ちょうどこの取ってきた点、R 値から RN っていうところで、P と Q が同じになってしまう。ということが起こるときになるわけです。ですか？で、これが起こる。となる。この確率っていうのは先ほど言ったみたいに小さいわけです。この確率は、S の要素数分の D 以下。ってわけですね。で、これが、K 回続けて起きたときに初めて、このアルゴリズム全体は間違うわけです。間違って同一であると出力したわけです。ってことは、それが起きるのは何かっていうと、この D 分の S の確率を計上したものの確率でしか、それは起きません。つまり、このアルゴリズム、この警戒反復したものにおいて、出力が間違えた確率というのが、S 分の D の計上になります。で、これは、K を大きくすると、この確率は指数関数的に認知されます。K に関して指数関数で認知するのか。指数。小さくなると。だからですね、先ほど言った感じで、例えば、D が、先ほどの例は何でしたっけ？先ほどの例を見ますと、先ほどの例はこれですね。D が10で、S が100。D が10で、S の要素数が100だったら、で、K を2とすると、これ何かっていうと、その間違い確率っていうのは、100、10分の1の2乗だから、これ100分の1になります。だから、2点、2回その評価をすることによって、間違える確率を100分の1まで抑えることができます。先ほどですね、S の要素数を2倍にしても、これ、20分の1にしかならなかったわけです。20分の1にしかならなかったです。だけども、2回、その点を選んで評価するってことすると、間違い確率100分の1まで減ります。で、これ、じゃあ、これ3にすると、計3にすると、これ3乗ですから、これ1000分の1になります。これ、すごく強力ですね。これ、だから4にすれば、ちょっと上から書きたいので、しますけど。4にすれば、計4にすれば4乗ですから、これは1万分の1になりますね。って感じで、評価する点の数をちょっと増やしただけで、こんだけ間違う確率を減らせるわけです。で、これが非常に重要なテクニックで、これ言っている確率増幅と言われるテクニックになります。何かというと、このようにその間違う可能性があるアルゴリズムっていうのは何回か繰り返して実行することで、間違う確率というのを指数関数的に減らせます。で、反復実行により間違う確率を指数関数的に指定できる。ということが言えます。ので、これはですね、このモンテカルロ型アルゴリズムの上等手段であって、非常に重要なテクニックになります。
ので、皆さんもなんかこのようなアルゴリズムを、作ったり実行する場合には、このような考え方を、念頭に置いておいてもらうといいと思います。はい。ではですね、これで、アルゴリズムはどういうものなのかということは、一旦終わるんですけども、あとやりたいのはですね、しばらく実というの、古代というのを証明したいということをまずやっております。で、それをやりましょう。で、もともと何だったかというと、これですね。P は、高等的にゼロではないという公式です。N 変数の実多公式で、実数多ができているということですね。で、S は有限集です。で、その時にこれを調べたいということですね。で、証明はですね、割と素直というか、まあ、これ注意深くやる必要があるんですけども、N に関する機能法です。N って、だから変数の数に関する機能法です。で、これやっていきましょう。そうすると、ま、N が1の場合ってやるわけですね。N が1の場合っていうことは1変数多公式です。じゃあ1変数多公式の場合どうなっているかっていうと、まあ、こんな感じですね。で、そうすると、これ1変数多公式のグラフ書いてます。ある1変数多公式のグラフで、まあ、大体1変数多公式のグラフってこんな感じになっている。で、これは、今ですね、このいわゆる X 軸。に、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、これ交わってるんですけども、まあ、これは、この形からですね、D が7だったかは分かるんですね。つまり何かっていうと、これは、PX イコール0の、という、方程式の解の実数解ですね、実数解の数が7だってことを言ってるわけです。ですか？ってことは、これ実数は、あ、すいません、すいません、何を言ってるかというと、実数が7だったら、そっから、実数が7だったら、px イコール0の解の数は7になるわけです。で、まあ、そのうち実数解の数っていうことは、まあ、7以下になります。だから、これですね、pr イコール0となる r の数っていうのは d 以下になるということがわかります。実数 R の数では D だとなることがわかります。なので、PR イコール0となるじゃないかっていうと、今この S の中からですね、この PR イコール0となる R を選んでしまったら、これが起きるわけですね。で、そのような R の数っていうのは D 以下なので、全体 S の中から D 1個を選んでしまったら、この悪いことが起こるということになって、この不等式が得られるということになります。いいですか？で、これで N が1の時は終わりです。じゃあ、機能法を進めていきましょうということになります。じゃあ、N が、K を2以上として、N が K と等しいときに、どうなるかということを考えます。で、機能法の仮定は何かっていうと、N が K 未満のときには、そのしばらくジップの答えが正しいということを仮定します。で、そうするとですね、今ですね、この、多項式っていうのは、K 変数多項式なわけです。だから、その K 個の変数を、X1 から XK と書きましょうと。ですかね。で、この P っていう多項式はこんな感じで書けます。書けます。これ何かというと、X の形状って今この一番最後の変数だけをこの外に出してます。で、他の部分をこの QI と書きましょうというふうにします。で、I っていうのは何かっていうと、この KX の実数です。ですか？で、ちょっとこれは抽象的すぎて何だかよくわかんないので、下に例があります。K が3で D が2の場合。これはですね、px1、x2、x3 というのがあるんですけども、まあ、それがですね、まあ、こんな形で書いているというふうにします。で、これはなんかその、一般性を知らずにこういうふうな形で書けて何かっていうと、x3 に関する、だから x3 だけ見たときに、一番初めのところは0次式。で、次のところは1次式。で、次のところは2次式になっている。で、ここでは今2次で終わっているんですけど、なんでかっていうと、今 d が2だからです。でそうすると、今、だからここには X3 現れてなくて、ここは X3 一次式で現れていて、ここは X3 二次式で現れているという感じになっています。で、そうするとその前にですね、なんか、その X3 の係数があるんですけども、それは、0時のところで、それはどこ見てもですね、それは、その中には X1 と X2 が現れていてもいいわけです。ということは、その前の部分っていうのは、この係数の部分っていうのは、X1、X2 の多項式と言います。でそれを順に90、91、92と書きましょうというふうにしているわけです。いいですか？じゃあ、ここですね。でそうすると、重要なポイントがあって何かというと、全体は二次式
ですから、全体は二次式ですから、その XHXE の多項式として出てきているこの前の部分ですね。前の部分は何次式になっているかっていうと、初めの部分、ここでは二次式になっているわけです。で、ここは一次式。で、ここは0次式。そうじゃないと、実数が合わないわけですね。まあ、まあ、高々でしょうね、高もしかしたら実数少ないかもしれないんで、こういう形になっているということになります。ですね。下に書いてある通り、Qi は n-1 変数多項式で、次数が高々 d-i になります。ここですね。で、今、この p っていうのは、仮定から高等的に0ではない。ある x に対しては0じゃないということを言ってますので、この qi もどこかは0じゃないんです。どこかは0。ですね。ある i に対して qi は高等的に0じゃないわけです。もし、その全ての i が、全ての i に対する qi が高等的に0だったら、これ全体もこれ0になってしまって、この p が高等的に0になってしまいます。ですか？で、qi は、ある i に対して qi が高等的に0じゃないので、そのような i を選んでいきます。で、そのような i、つまりその qi が高等的に0ではないような i の中で一番大きいものを i スタートしましょう。ということにします。そうするとですね、この式はですね、次のように書き換えられます。こうですね。何かっていうと、この式、先ほどここは d だったんですけども、この d じゃなくて、ここ i スターになってます。なんでかっていうと、i スターよりも大きい i においては、この qi が高等的に0だからです。だからその部分が消えてしまうわけです。だから i が0から i スターの部分だけ残るということになります。ですか？でそうすると、今ですね、qi スターっていうのは高等的に0じゃないっていうのが、この i スターの選び方からわかります。そうすると、今、i スターは何かというと、i スターは、先ほど言っていた、これ、たかたか、d マイナス i スター次式です。なので、機能法の過程から、その、これですね、x1 から xk マイナス1に対して、r1 から rk マイナス1っていうものをランダムに s から選んできたら、それで0になってしまうという確率は、シュワルツ・ティーペルの古代、成り立つと言ってるんだから、S 分の、S の予想数分の D マイナス I スター以下になります。いいですか？機能法の過程から。ですね。で、それが、この QI スターに対してわかります。いいですか？で、もう一個ですね。ここに書いてある、不等式を導きたいと思います。で、それは何かというと、この QI スターに対して、この R1 から R、k-1 で評価したところが0でない場合には、その条件のもとで全体のこの p ですね。全体この p が0になる確率っていうのは、これで抑えられますよということを言いたいというふうにします。ですか？で、これはな、何を言ってるのかというと、これ今ですね、R1 から rk-1 というのを選んだときに qi スターでその、評価を行うと0ではないと言っているので、どういうことを考えているかっていうと、この r1 から、rk-1 を1個ずつ選んでいってるわけですけども、で、その次に rk を選ぶとしましょう。だから、ここで考えているのは、r1、r2、点、rk-1、rk を、この順で、選んできている。まあ、そのようにして、この R1 から RK を選んでいくとしましょう。で、この R1 から RK まで選んだところまでにおいて、QI スターをその点で評価したら0ではなかったとします。という条件ですね。で、そうすると、まだ、この時点では、XK は選ばれて、XK に対する値、RK が選ばれてないわけです。なんかちょっとここ間違ってるんですけども、これ K ですね。で、そうすると、まだ、この XK に対する値が選ばれていないんですけども、そうすると、この P に対して R1 から RK-1 までは、既にこの代入されていて、XK だけ余ってるっていう、まだ、評価されてないっていう状況になってます。で、そうするとですね、これはですね、XK に関する、多項式になるわけです。わかりますかね？これはもうその R1 から RK。これ全部 K-1。これもう値決まってますから、この P なんとかなんとかって、これは XK に
関数一式になります。一元数多項式ですね。一次数じゃない。一変数多項式。一次式って言うんですけど、一次式になります。ですか。じゃあ、それで、じゃあ、この次数はいくつでしょうってことを見ると、それはですね、これ見ればわかるんですね。これ見ると、今実際に P、R1 点点点、RK マイナス1、すいません、XK と書くと、これは I が0から I スター、QI の R1 点点点、RK マイナス1、で、XK の I 乗。こういう形になってるんですね。で、それで今、この QI、R1 から RK マイナス1っていうのは、これはもう、これ一つの実数なわけです。ですか？で、これちゃんとこの形見ると、ちゃんと XK に関する知識がないってことがわかるんですけども、じゃあこの実数は何かっていうと、一番 I が大きいのところでは、これ I スターになるんですね。まあ、だからこれ高々ですね。高々、ちょっと、I スター知識ってちょっと言い過ぎなんで、高々 I スター知識、I スター自他公式ですね。本当に I スター字かどうかちょっとわかんないんで、あ、なんでかっていうと、この、QI スター R1 点点点 RK マイナス1っていうのが、0になるかもしれないんだけども、あ、でも、この過程ありますね。この過程ありますから、そういうことは起こらないってことになります。なるほど。だから、高々じゃなくて、本当に I スター知識です。だから、取り返ったことは、正しいんだけども、もっと強く言えて、実際に、この、知識っていうのは、I スター知識になります。なるほど。ってことで、機能法の過程から何が悪かっていうと、この仮定のもとでは、この条件のもとでは、この一次式が0になる確率というのは、RK を選ぶことによって0になる確率というのは、S の素数分の I スター以下になるということが、機能法の仮定から分かるということですね。なんで機能法の仮定が使えるかというと、これは、変数の数が K よりも小さいからです。ですね。ということで、まあ、今この2つの式が得られました。で、これを、次使っていきましょうということになります。で、どうするか。今知りたかったのは、これですね。今知りたかったのは、この P を R1 から RK というところで評価したときに0になる確率です。で、これはですね、2つの場合に場合分けをして考えましょう。で、どういう場合かっていうと、先ほど言っていたこの QI スター R1 点点点 RK マイナス1っていうのが0になる場合と0じゃない場合です。で、その2つの場合に分けて、その条件のもとでの確率。形で、分けます。いいですか？これ条件付き確率で分ける。全確率の法則ですね。いいですか？で、そうすると、これプラスがあるんですけども、前の部分ですね。前の部分は、この2つの確率の積になってるんですけども、この前の部分ですね。前の部分は、この前の部分は、これはもちろん1以下。なので、これを1と置き換えて、この後ろの部分だけ残しましょう。じゃあ、ここですね。いいですか？で、これが、前の部分で、前の部分ってこのプラスの前の部分で、じゃあ、プラスの後ろの部分ですね。この部分はどうしてるかというと、ちょっと一旦消しますと、どうしてるかというと、同じようにですね、これ今度は後ろの方ですね。後ろの方にですね。後ろの方、この部分の確率、これは1以下なんです。1以下なので、この、それを1に置き換えたら、前の部分だけが残って、ここになります。ですね。という形で、この不等式が得られるということになります。はい。で、じゃあ、この不等式の、この残ったもの、これ2つの確率の和なんですけども、この前の部分と後ろの部分、これ実はこの前のページで出てきたこの2つの式の餌圏そのものになっています。で、片方は、S 分の D マイナス I スターで、もう片方は S 分の I スターということになるわけですね。よく見てください。ようございます。そうすると、これは、そのまま足すと S 分の D になりまして、これで欲しかった式ですね。この確率、0になる確率が S 分の D 以下になるという結論が得られました。という形で証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。まあちょっと技巧的かもしれませんけども、まあ正しいことはわかるということになります。いいでしょうか。はい。ではですね、今、
この多項式の同一性判定って話をしてきたんですけど、これを使ってですね、この結合性の判定って話を解いてみたいと思います。で、これはですね、ちょっと難しいんですね。難しいんですけども、できるだけ例を使って、わかるようになるようにしてみたいと思います。で、まあ、こういうような問題だったんですね。まあ、これ、群のようなものがあります。何かっていうと、まあ、ここに8個要素があって、で、ここにその、ま、群表のようなもの、演算の結果ですね。この2項演算がどのように、行われるのかっていうことを表している表があると。まあ、例えば、これは何を表すかっていうと、これ、B 丸 D が G であるということを、この部分で表せるということですね。ということになっています。で、これはですね、見ると、よくよく見るとですね、すごく群っぽいんです。群っぽいんです。なんでかっていうと、まずですね、単位元はあります。この、これ対角線見ると、対角線見ないな。この E って見ると、この EABCDFGH と、その EABCDFGH と揃っているので、単位元が E だと、これわかります。まあ、単位元が E になるように書いているということですね。で、さっき言ったのは間違ってて、これの対角線見ると、対角線見ると E が揃ってるっていうのは何かっていうと、自分自身の、各要素の、逆元は自分自身ですと言ってます。任意の元 X に対して X の逆元は X です。例えば、A 丸 A は E ですと。A 丸 A は E です。こんな感じですね。この部分。ってことを、まあ、言ってるということになるわけですね。で、だから、単位元もありますし、任意の元に対して逆元もありますから、なんか群っぽいなと思うんですけども、で、これ、でもこれ群、これが群であるためには、これが群であるためには、結合性を満たす必要があります。じゃあ、それ確認しましょうとなるんですけども、例えばですね、A、B、G ですと言います、ね、A、B、G と言って、この2つの括弧の仕方で演算を施してみましょう。そうすると、これ A、B はどこかというと、A、B、これですね。だからこれ C ですね。じゃあ CG なんでしょうかというと CG これですから A になります。で一方ですね、A 丸括弧 B 丸 G のどのなかというと、B 丸 G はどこかというと B 丸 G ですね。なんか D ですね。D です。じゃあ A 丸 D は何でしょうか ?A 丸 D ここですね。あ、違いますね。ここですね。ですからこれ F です。F です。ということで、二つの、要素とこれ異なることになります。から、この場合、これ結合性を満たさないと思いますね。で、これどうやって満ちてるんですかと。なのですね。この場合は、まあ、結合性満たさないとわかるんだけども、これどうやって見つけますかとなって、これは大変かもしれないですね。そうすると、まあ、ナイーブによると何かっていうと、任意の x, y, z に対して、x 丸 y 丸 z と x 丸 y 丸 z を計算して、その2つを比べる。ってことをやれば、これが必ずこの結合性の判定できます。できます。で、そうすると、この任意の x、y、z っていうのを選ぶっていうところは、この g の要素数の3乗ぐらいの手間をかける必要が出てくるわけです。で、それがですね、まあ大変ですね、となるわけですね。あ、それ今、これ書いてます。質問書いてますね。それが、まあ、この、まあ乱数を使わないアルゴリズムなんです。すべての x、y、z に対してそれを確認して、ある x、y、z で等しくないとなったら、の、つまり、結合性を満たさないと出力して、どこでもすべてのところで等しいんだったら、結合性を満たす、イエスを出力するということになるわけです。で、この時には、要素数が N だったら N3 乗の、まあ、手間をかけるアルゴリズムになるということになります。で、まあ、一応、ちゃんと書こうとすると、何が当てられているかっていうと、まあ、有限集合 G と G 乗の二項演算が表で当てられているとします。まあ、このような表が与えられているというふうに思うわけです。だから、まあ、この表のサイズっていうのは N 次乗ですね。N 次乗。まあ、それも注意しましょう。だから、入力のサイズは N 次乗です。はい。ということで、まあ、それに対して、まあ、N3 乗時間がかかってるっていうのは、これ、まあ、なかなか大変だなと。ちょっと、まあ、手でやる気にあんまなんないし。まあ、実はこれ、計算機では、まあ、一瞬かもしれませんけど、まあ、N3 乗っていう手間がかかってしまう。で、これをですね、減らしたい。ってことが今日の目標です。で、そのためにですね、あ、だからまず目標を言いますね。目標はこれです。結合性の確認っていうのを行う、N 次乗時間アルゴリズムを作ります。
で、こんなことがですね、できるんですね、ということが、まず、驚きなんですけども、これはその、ラジャゴパランとシューマンによる論文に書いてあります。でですね、これは割と、驚くわけですけども、乱数使うんですね。だから、これ、モンテカルロ型アルゴリズムです。だから、モンテカルロ型アルゴリズムなので、これは、間違えるかもしれません。間違えるかもしれませんけど、先ほど言っていたような形で、これモンテカルロ型アルゴリズムで、間違える確率っていうのは反復実行を行うことによって、すごく小さくできます。ってことが、重要ですね。で、どういうことをやるかっていうと、実際中では、先ほどやっていた多項式の同一定判定っていうのを使います。数学的には、シュワルツ実表の答えを用いるということになります。で、どうやってやるのか。これはですね、ちょっとですね、ややこしいんですね。で、ちょっとややこしいんだけども、それを、説明していきます。残りの時間で説明していきます。はい。これは目標です。じゃあ、その目標に向けてやっていきますね。で、ちょっと、先ほどの例は、要素数が8個あって、今から考える、アルゴリズムを説明するための例としては、ちょっと大きすぎるので、別の例を与えます。それは、G として0、1、2っていう3つの要素があって、このような形の表で当てられる、二項演算です。これは実はですね、x-y の絶対値って形で、定義された演算だと思ってもらえばよくって、だから、それを覚えてですね、今後、この表を、書きませんけども、このルールで計算するんだというふうに思ってください。で、これはですね、結合性に出しません。で、実際に、1-1-2っていうのをやると、1-1は、この例、この定義に従って計算すると、これ0ですね。1-1、0ですから。で、0-2は0-2がマイナス2なので、2になると。ということになります。で、一方ですね、1-1-2の場合は、1-2が1ですから、これ0になります。ということで、これ結合性に出さない。そういう例になっていると思ってください。で、そういう例で、今からこのアルゴリズムの、動きを、説明していこうかなと、考え方を説明していこうかなと思います。はい。で、どうするか。こんな感じですね。アイディア。次のような多項式を考えます。これ、多項式で書いてるんですけども、実はこれ、多項式で説明する必要なくって、ちょっと多項式にした方が、ちょっと説明しやすいかなっていうことを思ったので多項式にしています。ものの本ではこれ、ベクトルにしてるんですけども、ちょっと、多項式の方が説明しやすそうかなと思ったので多項式にします。で、ちょっと、今言うのやりましょうかね。で、これ何かというと、このある、これですね、これ和なんですけども、これは、単項式です。これ多項式は一応これなかった。これ単項式です。単項式でいいんかな。単項式の和ですね。あ、それは、何言ってんだろう。多項式は単項式の和なんだから、それより言いたかったじゃなくて、すみません。これは一次式の和です。すみません。言いたかったのは、これ一次式の和です。あ、これは一次式です。一次式です。各単項式は一次式。で、どうなってるかっていうと、この A っていうのは、この G の要素です。だから、G の各要素に対して1個変数があると思ってください。で、そこの前になんかわかんない α、α A っていう係数がついてる。で、この係数は何だか今わかりません。何でもいいです。で、それを、P と書きましょうと。お願いします。で、先ほどの例ですね。先ほどの例だと、この G っていう、集合は0、1、2だったので、変数としては、X0、X1、X2 という3つあるというふうに思ってください。で、その X0、X1、X2 というのは一次式で現れていて、その係数が何だかわかんないけども、ついていると。いうような形のものを考えます。なんで考えるかは今から分かっていると。でですね、この多項式に、この多項式に対する演算を考えるんですね。で、それがこれなんです。で、これがややこしい。で、まずこれをちゃんと、理解する。で、そのような多項式ですね。今のような多項式 P と Q があって、でそれが今このような形で書けるとしましょう。で、P の方はその係数が α で書かれていて、Q の方は係数が β で書かれていると思ってください。ですかね。で、その時にこの P.Q っていうのを、この新たな多項式として、多項式として定義します。で、その定義はここです。で、これ何かというと、20はですね、20は。
で、A と B っていうのを2つ取っていくんですけども、で、ここに出てくるのは何かっていうと、アルファ A とベータ B の式です。アルファ A とですね。で、ベータ B とです。アルファ A とベータ B の式が係数になって、で、この単項式のこの変数は何なのかっていうと、この素因数のところが A 丸 B になります。だから、ここのところで、この二項演算が出るんです。だから、各 A、B に対して、この二項演算で得られる変数を考えて、その係数は、もともとのこの係数が積で出てくる。この積は、実数の積です。で、これはわかんないので、やっぱ例があるんですね。今、P っていう、多項式が、先ほど同じ、この 3x0-4x1+2x にあるとしましょう。Q の方も同じような形で、2x0+x1-x の確定とします。でそうしたら、定義に従って、この p 丸ドット q を計算します。で、これも、だから、これも、なんだっけ、一次式の和なわけですね。で、どうなるかっていうと、この a と b っていうのを、こう、一個ずつ選んでるわけです。で、例えば、a と b として、0と0を選んできたら、この a 丸 b のところ、これ0丸0になるわけです。ですか。で、a と b で0と1を選んだら、これ、0丸1になります。ですか。で、A が1で B が1だったら、101が選ばれると。101になると。ということになります。で、例えば、今、その A ですね。これですね。じゃこの X000 のところは何が出るかっていうと、この3のところから来てるかっていうと、これは、はじめの0の係数、ここですね。ここが出てきてると。で、2は何かっていうと、この2は何かっていうと、これは、もう1個の、0のところのこの係数ですね。これが出てきてると。思ってきてください。いいですか？わかるかな？いいですかね。だからこの場合は、3っていうのがアルファ0で、2っていうのがベータ0になっています。いいですかね。じゃあ別のところで言うと、例えばですね、ここですね、この x102 の係数を考えると、この、1と2がありますか。1を考えるときには、これだからアルファ1を考えるんですね。これがアルファ1ですね。で、それがここに現れていると。アルファ1として。で、2があるので、ベータ2を考えるんですけど、ベータ2ここですね。で、ここが現れると。ということになります。で、それによって、ここに書いてある、この9個の式の和というのが得られるわけです。いいですか。で、この X の素因数の102とかっていうのは、これは102は計算できるわけです。102っていうのはこれ1でした。ですか。だから、これは、1、2、3、4、5、6個目の項です。1、2、3、4、5、6個目の項。だから、ここ全体。これは、1、2、3、4、5、6、ここですけども、ここと等しいんですけども、この、まず、この、これですね。102っていうのは1です。ですか。これは先ほどの、この丸の定義からわかる。ですね。で、この係数ですね。マイナス4かけるマイナス1は、プラス4になると。という形で、この項が計算できるという形になっています。ですか。で、それが、ここに書いてある9個の項すべてに対して行われたのがこれですね。ですか。そうすると、今ですね、この X の素因数は必ず0か1か2になります。ですか。で、そうすると、例えば、X1 の項を全部見ると、3x1-6x1+4x1+2x1 がありますから、これ全部足すと、間違っているんですけども、これは3-6がマイナス3。で、ここでプラス1、プラス2だからプラス3ですね。だから 3x1 が出てくるという形になります。で、同じように、x0 の係数に見ると思うと、6x0 と -4x0 と -2x0 がありますから、これ足すと0になって、x0 の項はここで消えているということになります。いいですか？で、こんな形で、この p丸.q っていうのが定義されるということになります。いいでしょうかね。で、これを使うと、なんかいいことができるっていうのがポイントです。で、何かというと、次の、補題が重要な性質です。何かというと、実はですね、この元々の、この二項演算、丸っていうのが結合性を持つっていうのと、この丸ドットっていう演算が結合性を持つことは実は同値になります。必要十分条件になります。で、この丸ドットは、結合性を持つっていうのは何かっていうと、先ほど用意作った、多項式 PQR に対して、これが成り立つ。
p0.q0.r っていうのと、p0.q0.r っていうのが必ず、その多項式として等しくなります。で、これは同時だって言ってるんで、1ならば2、2ならば1って、両方とも成り立つってことが言えるんですけども、1ならば2の練習問題とします。ぜひみんなでやってください。で、2ならば1って、これを今から証明しようと思います。だから、任意のそのような多項式に対して、これだったら結合性持ちますということですね。それをやりましょう。だから、このそのような多項式を PQR っていうのは、これ任意に持ってくるとかって、これはまず書くのが大変なんですけども、書きますね。で、こういう形だとしましょう。P は係数が α、Q は係数が β、R はガンマが係数であるというふうにしましょう。で、任意のこのような PQR に対して、先ほど言っていたこの、イコール、等式が成り立つ仮定します。で、証明すべき目標ですね。は、この丸という演算の結合性なので、G から任意に S っていう U を取ってきたら、S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U っていうのが同じになっていると言います。ちょっと ABC を使ってですね、上の、輪の部分と記号が、混在しちゃうので、ここで STU にします。そうするとですね、まず何かというと、この、p0.q0.r っていう多項式と p0.q0.r っていう多項式が何になるのかってことを、まず計算する必要があります。そうすると先ほどのですね、計算の法則をそのまま適用すると、この30が出られるわけです。で、ここが重要で、これはですね、ここに書いてある演算の順番、に従って、応じて、ここに書いてあるような形の式が得られるということになりますね。ただ、この p0.q0.r の場合には、ここが a0b0c になって、p0.q0.r の方は a0b0c という形で、この x の、この変数の部分の、数字が決まるところになります。で、係数はどちらも αa、βb、γc、まずになるということですね。で、この二つが、等しいなんですね。任意の PQR として等しいですね。任意の PQR として等しい。これは重要ですね。任意の等しいです。そうすると、特にこの α、β、γに対して、特定の値を、代入したときも、この二つは等しいわけです。で、その次に行きましょうね。で、今、この上の式は、先ほどの、計算し終わったそのままです。ですか。で、これ、この二つが任意の、PQR として等しいので、特に、この αs, βt とガンマ u が1でないかな。これイコール1のつもりです。これイコールです。イコール1であり、かつ他の αa, βt, b, ガンマ c が全て0であると考えます。そうすると、この上の式においては、この αa, βt, b, ガンマ c として αs, βt, ガンマ u のところだけが残ります。他の部分全部これ消えます。ので、この、和というのは、この A が S、B が T、C が U の時だけが残って、この一番上の式というのは、これですね、X、S 丸、T 丸、U になります。で、同じことを下で考えると、これは、その式は、X、S 丸、T 丸、U になるということになります。で、この2つの多項式は等しいわけですから、この二つの変数が等しくなくてはなりません。つまり、この数字は等しいということになります。つまり、欲しかった結論が得られるということになって、証明が終わるということになります。よろしいですか？はい。ということで、何が言いたいかというと、この、もともと私たちが、確認したかったのは、この丸という演算、二項演算が結合性を持つ。ということだったんですけども、その判定は、この丸ドットという演算の結合性に置き換えられるわけです。これは嬉しいですね。で、なんで嬉しいかってことは、ちょっとわかんないかもしれませんけど、今からこの嬉しさをご紹介していきます。で、何で嬉しいかっていうと、今言ったことはこれですね、丸っていう演算の結合性の確認は、この丸ドットの結合性の確認に置き換えられるんですけども、こちらの方は実はね、計算量、実現できるんです。なぜかと。いうことを考えます。で、その時にしばらく実験を行います。やっていきましょう。
で、じゃあ、まずアルゴリズムを説明します。ですね、この多項式を、作るんですね、この PQR っていうのを。で、そのためには、この係数っていうのを定めてあげる必要があります。で、この係数を、一応ランダムに選ぶんです。で、それをやります。で、そのためには、この S という有限集合を、この、実数からいくつか取ってきて作ります。何でもいいです。適当に作ります。で、そこから一応分布に従って、アルファ A、ベータ A、ガンマ A っていうのを任意の要素 A に対して作ります。だからここで、何個一応分布に従って、サンプルを選んでるかっていうと、これ選んでるサンプルの数は、選ぶ標本の数っていうのは、3×G の素数です。で、それらを使って、このように PQR を定義します。で、この PQR の定義は先ほどの、証明の時と同じなんですけども、P の、係数はアルファ、Q における係数はベータ、ガンマ、R における係数はガンマというふうにします。で、この PQR を作ったら、そこで先ほどのこの P 丸ドット Q 丸ドット R というのと、P 丸ドット Q 丸ドット R というのと計算するということにします。で、これを計算して、多項式として、この2つが同じだったら Yes を出力して、違うんだったら No を出力するということをします。で、ちょっと気にしなくちゃいけないことがあるんですけど、何だっていうと、ここでですね、4番のところで、2つの多項式が等しいかどうかってことを、確認してるんですけども、ここの確認は簡単です。なんでかっていうと、これは1式だからです。これは注意しなくちゃいけなくて、この確認は簡単です。だから先ほどですね、その多項式2つあって、その同一性の判定は難しいんだということをやってたんだけども、この確認はこの場合は簡単です。なんでかっていうと、1次式だ。これは、N 変数1次式なんですよ、これ。1次式。N 変数1次式なんで、で、これ定数項ないので、その N 個の項の係数が等しいかどうかってことを、見ればいいだけなんです。で、その展開した形は、もうここで計算されてるわけです。だからその N 個の項の係数を比べるだけなので、この係数、この確認は簡単です。だから、計算量的に言うと、オーダー N 時間で。N って言ってますけども、ちょっと N があるからちゃんと定義されて、N っていうのは G の予想としてください。だから、その項がその G の予想することはないわけですね。で、その各項の、が、その、この G の要素に一個一個対応してるわけです。だから、その係数だけ見れば、この等しいかどうかっていうことも確認はできます。判定できます。で、問題はですね、この P 丸 Q 丸 R とか、これ計算するのはどうするんだっていうことなんですけども、これは、定義に従ってやると、この一つの P 丸 Q を計算するのにかかる時間は、これですね、オーダー N 次乗になります。それは20話だったからですね。20話っていうのは、ちょっと P 丸 Q の、P 丸ドット Q の定義をもう一回書くと、これは、A in G、B in G、アルファ A、ベータ B、X、A 丸 B ですね。こうですね。A 丸 B。だったので、これは、この20話を計算すればいいだけなんですよね。で、ここの部分は、ただの実数の掛け算ですし、この部分は、この20、二項演算の表を見ればわかるということになるわけです。だから、これは、N 次乗時間で計算します。ただ、この N 次乗時間の計算を、これ4回行えば、この2つの多項式を計算できるわけです。だから、N 次乗時間を4回繰り返すので、このアルゴリズム全体としての計算量は N 次乗時間になります。このアルゴリズムの計算量、計算量って言葉はあんまりよろしくないかもしれません。このアルゴリズムの計算量はオーダー N 次乗になります。ということで、
やりましたとですね、これで、このアルゴリズムが、いい性質、正しい出力をしてくれるんだったら、模型算力の先ほどのですね、ナイーブな N3 乗時間のアルゴリズムに比べて圧倒的に速いということになります。じゃあ、実際このアルゴリズム正しいんでしょうかと。どんな形で正しいのかということをちょっと確認していきます。あ、これ書いてますね。全体の計算時間は N 乗です。じゃあ、先ほど言ってた通り、もともとですね、この考えている二項演算が結合性を持つんだったら、この、丸ドットっていう性質も結合性を、演算も結合性を持ちますから、アルゴリズムは必ずイエスを出力します。どんなサンプルが取られてきても必ずイエスを出力しますから、アルゴリズムの出力はこれ必ず正しいということになります。ですね、だから結合性を持つ場合には結合性が正しく必ず判定できます。じゃあ、これ結合性をもともと持たない場合はどうなんでしょうか。それを考えていきましょう。そうすると、先ほどの性質から、こちらの丸ドットっていうのは結合性を持ちません。だから、何を言ってるかっていうと、あるアルファ、ベータ、ガンマの選び方をすれば、この脳を出力するということが起きるわけです。だけども、運悪く、変なアルファ、ベータ、ガンマを持ってくると、偶然、このイコールが成り立ってしまう可能性もあるわけです。ということで、アルゴリズムの出力は正しくない可能性もあるわけですね。だから、このアルゴリズムというのも、いわゆるモンテカリの型アルゴリズムだったんですけども、だから今からやりたいのは何なのかっていうと、そのように、不幸にも結合性をもともと満たさないのに、アルゴリズムの出力が正しくなく、イコールを出力してしまうという可能性があるので、その悪いことが起きる確率っていうのを見積もりたい。それが小さいんだってことを言いたい。ということになります。それをやっていきます。で、これが残り15分くらいなんですけども、できるかな。やってみますね。はい。じゃあ、今、この元々の演算が結合性を持たないということを仮定しましょう。で、そこで、その時に、この丸ドットっていうことを考えて、このイコールになってしまっている出力、結果が起こる確率が小さくなるってことを、シュワルツ・チッペルの答えを使って言ってきます。はい。で、今、結合性を持ちませんから、ある S っていう U に対しては、S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U は等しくないわけです。で、ここで、先ほどの、シュワルツ・ディッペルの答えの証明の時と同じようなことを考えて何かっていうと、このアルファ、ベータ、ガンマっていうのは、この S っていう集合から選ばれて、独立に一応分布に従って選ばれてるんだけども、この S と T と U に、対応するアルファ S、ベータ T、ガンマ U は最後に選ばれるとしましょう。そうすると、最後に選ばれるので、それまでには、もうその他の α A、β B、ガンマ C は選ばれているというふうに仮定します。で、そういう状況を今、考えましょうと。で、例えばですね、先ほどの例、これですね。で、これで、S を1、T を1、U を2と移動すると、この場合には結合性を満たしていません。というか、この等式を満たしていません。実際に、計算すると、片方は2、片方は0になっていて、つまり、101、02と、10102は等しくないということがわかるんですね。で、この時に、S が1、T が1、U が2なので、α1、β1、γ2 以外はすでに、定められているとしましょうか。今、こんな感じの状況。だから今、アルファ0、ベータ0、ガンマ0、ガンマ1、アルファ2、ベータ2っていうのはすでに、この、ラージ S っていう集合から選ばれていて、もうこれ決まっているとします。今から、このアルファ1、ベータ1、ガンマ2っていうのをそのラージ S から選ぶんだっていうところに来てると思ってください。思ってください。はい。この状況でですね、先ほどもですね、もうじゃあこの P 丸 Q とか P 丸、あ、P 丸ドット Q とか P 丸ドット Q、R. R. っていうのを計算するとどうなるのかってことをこれやっています。で、そうするとですね、P マル Q の計算ですけど、これ先ほどと同じような形でやっています。で、そうすると今ですね、アルファ1とかベータ1はあんまり今これ決まってないので、それはここにですね、この文字として残ったまんま。文字として残ったまんま、これ計算しています。ですかね。で、この部分がこう決まっているので、これも指数入っています。そうすると、これ、整理すると、こんな感じになって、これ最終的なですね、ここの式の形っていうのは、アルファ1、ベータ1が、残ってるっていうか、まだ決まってない。
という形になっています。いいですか？で、それがその係数で出ているという形になっています。で、じゃあこの式をちょっとここに書いて、また覚えたまんまで、p丸ドット q 丸ドット r というのを計算しましょう。そうそう、こんな感じになりますね。同じように計算します。これ p 丸ドット q がここに書いてあって、それと r をこの演算するとこんな感じになる。で、そうすると、最初に、ちょっと、見ますちょっと、これが正しいってことを、ちょっと、信じてやってるんですけども、これ、手で計算しますか、ありますよ。そうするとですね、ここに残ってるのは、これは、出てきてるのは、R1、ベータ1、ガンマ2が残った話になってるんです。ですか。で、変数は、X0、X1、X2 と含むわけですね。いいですか。で、その係数に、アルファ1、ベータ1、ガンマ2が残っているという形になるわけです。いいですか？でですね、同じことを、今、もう一本です。今はこれは p 丸ドット q 丸ドット r に対してやってますけども、同じことを p 丸ドット q 丸ドット r の方にもやっています。でそうすると、まず q 丸ドット r を計算しましての前に、q 丸ドット r 計算ね、計算して、また同じように、ここに出てきて、それを使って p 丸ドット q 丸ドット r を計算すると、まあ、こんな感じになります。こんな感じになります。ですかね。まあ、ここの最後、中式だと、ここもやっぱり、なんだっけ、アルファ1、ベータ1、ガンマ2が残った形になっているわけです。ですかね。で、変数は X0、X1、X になっているですね。で、そうすると、例えば、先ほどの式ですね。この式と、この式ですね。この式、この p 丸ドット、q 丸ドット、p 丸ドット、q 丸ドット r の式と、今計算したこっちですね。p 丸ドット、q 丸ドット r の式が同じであるっていうことが起こるのはいつかっていうと、その、まあ、係数が等しいっていうのです。とか、だから、そうするとですね、そうかそうか、何を言いたかったのかというと、そうかそうか、分かったぞ、分かったぞ。今ですね、ちょっと流れが分かったなくて言いたかったんですけども、今ですね、これは、p 丸ドット q 丸ドット r を計算、p 丸ドット q 丸ドット r を計算してるんですけども、その中で、この1、0、1、0、2、に対応する項、つまり2に対応する項です。ここを見ると今、ここになっています。ですか？ここになってますね。はい。で、もう一方ですね。p 丸ドット、q 丸ドット r を計算したときに、またこの2に対応する項を見ると、こうなってますね。で、まず、見てほしいのは何かっていうと、これですね、この、今言ってたこの、は、この、x、s 丸、t 丸、u の係数なんですけど、先ほど、この青くなってた部分ですね。この部分。この部分は、この係数には、アルファ1、ベータ1、ガンマ2が残ってるわけです。だ別に言い方すると、その部分っていうのは、アルファ s、ベータ t、ガンマ u に関する多項式になってるわけです。それは、どんな形で出てくるかっていうと、たかだかこれらに関する三次式として出てきます。先ほどの例で言うと、片方ではこの5、片方っていうのは、これ片方ではこれですね。5をガンマ2プラス、アルファ1、ベータ1、ガンマ2プラス2ってのが出てきていて、もう片方では、この、5、ガンマ2プラス2プラス、ベータ1っていうのが出てきます。あ、それは、どちらも、アルファ S、ベータ T、ガンマ U に関する高さ3次式です。で、それらを、そのアルファ S、ベータ T、ガンマ U に関する多項式だと見て、F、G と名付けましょう。ですね。いいでしょうか。どちらも、S 丸 T 丸 U の係数を見ています。ですか。で、この、2つの、これは、アルファ1、ベータ1、ガンマ2に関する多項式ですけども、これを見て、1つ、重要なポイントをまず、観察する必要があるんですけど、何かっていうと、上の方には必ずアルファ1、ベータ1、ガンマ2っていうのが出てきます。なぜかというと、これは、これはだから、X、S 丸 T 丸 U の
係数なんですけども、この F の方では、この計算っていうのを、この P 丸ドット Q 丸ドット R の計算っていうのを、この計算の順っていうのが、この S 丸 T 丸 U のこの、このカットの仕方の順番と同じ形で計算してるわけですね。計算してるわけです。だから、この、項に対応する係数の α1、β1、γ1 というのは、これ必ずこの F に現れることになるわけです。この計算を順に行っていくと分かります。で、一方で、この下の方の、多項式には、α1、β1、γ2 は現れません。なぜかというと、これは S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U が等しくないからです。だから、何を言うかというと、この下の計算の方法、この P 丸ドット、Q 丸ドット RX において、α1、β1、γ2 っていうのはどこに現れるかっていうと、ここにおいては、α1、β1、γ2 は、X、S 丸 T 丸 U、の係数として現れる。わけです。だけども、この S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U っていうのは等しくないので、この S 丸 T 丸 U の係数には、この α1、β1 が現れないということになります。いいですか？つまり、この F と G っていう多項式は、必ず異なる。多項式として、ということになります。なります。だからそれがこれですね。S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U は等しくないので、多項式として F と G は等しくないということになります。なぜっていうのは今説明したことになります。ことが理由になります。ということなので、今、この α、β、γ っていうのを順番に選んできて、まだこの αS、β、T、γ、U っていうのを選んできていないっていう状況に今いるんですけども、そこから αS、β、T、γ、U を選ぶ。ってことを行ったときに、偶然、この F と G っていうのが等しくないことがあり得るわけです。けども、その確率っていうのは、この F と G が三次式だから、大きくても S 分の3にしかならないと思います。3次式だからです。ですか？だから、その、誤って、この2つの多項式が等しいというふうに、アルゴリズムが出力しているときには、この F と G も等しくなっているはずなので、Yes というふうに間違った、答えを出す確率というのは、ここに出ている S 分の3以下になります。ですか？つまり、この確率は非常に小さいということになります。例えば、S っていうのの予想数を、例えば、10とかにすれば、これは、まあ、30% の確率で間違えるんだけども、先ほど言っていた反復実行を行えば、その確率をすごく示されているということになります。ですね。だから、まとめて言うと、元々の二項演算が結合性を持たないんだったら、このアルゴリズムで脳を出力する確率っていうのは 1-S 分の3以上になります。ということで、これは非常に大きいということになって、まあ、嬉しいですね。ということになります。じゃあ、実際にですね、実験してみたので、ちょっとご覧いただきましょう。今ですね、この、表の、演算に対して実験してみました。これ、結論に出さないですけども、S っていうのを変えて、アルゴリズムの成功確率を実験に助かりました。ただ、これは、繰り返し実行していないんですけども、こんな感じです。で、S の予想数は2から9までやってますけども、それで、100回やったら、S が2でも55回は新しく脳を出力しています。で、S を9まで大きくしなくても、もう S4 ぐらいでもう96% 新しく脳っていうふうに書き換えしてますから、これかなりいい確率ですね。で、実行時間も非常に小さいです。これちょっと待って、これ実行時間あんまり真面目に計算してないんで、あんまり、なんだろうな。信用はできないんですけども、まあ、すごく早いと。だからこれ、100回通して、これぐらいなので、1回1回は、もう、1ミリ秒ぐらい、なっているということになりますね。で、ちなみにですね、なんだろう、この、なんだろう、S、T、U を、ランダムに、
選んで、S 丸 T 丸 U と S 丸 T 丸 U を比較するっていうふうな何択アルゴリズムっていうのを考えられるわけですね。で、このアルゴリズムは非常に悪いです。非常に悪いです。で、なんでかっていうと、ちょっと次のページ書いてあるんですけども、この例の場合ですね。この例の場合、この例の場合は、このようなその STU のサンプルの数っていうのは、8の3乗通りあるんですけども、その中で、実際に、この、等式に満たさないものっていうのはこれ96個しかないんです。だから、8の3乗から、なんで1017なんだろう、ちょっとわかんないですけども、ちょっと待ってね、これ96のはずなんで、ちょっとこれ計算間違ってますけども、これ96にすると、それはその 0.1875 よりも全然小さいので、何かというと、もうこれ仮に 0.1875 だったとしても、これは、やってもですね、やってもっていうのは、だからこの、成功確率で言うと、10分の2ぐらいしか成功しないって言ってるんですね。で、それに比べて、ここでの成功確率っていうのは、もう、50% をだいたい超えてますから、非常にいいわけですね。ちょっと、数字間違ったんですけど、後で訂正します。すいません。まあ、皆さん、多分、計算できると思うので、計算してください。8の3乗分の96、計算してください。すいません。で、もう少し大きな例でやってみました。これが1017。すいません。これは、別の、群のようなものを、ちょっと作ってみました。で、作ってみて、そこでは、要素数が256なんですけども、先ほど言ったその、この、等式を満たさないような密組の数ってのは1017しかないと。そうすると、先ほど言ったように、このランダムに3つ選んできて、これが何立ちますかっていうふうに確認するようなアルゴリズムだと、それの成功確率っていうのは、0.00006 にしかならないんですね。これ非常に小さいです。だから、これなんか、6万回やって1回成功するかどうかっていう感じのことなんですけども、このアルゴリズムだと、S が2であっても100回中77回成功してる。っていう感じになってます。すごく成功確率高いですね。で、まあ、この場合ちょっと、まあ、この G が大きいので、実行時間はだいぶ大きくなってますけども、まあ、それでも、だからこれもですね、100回通した実行時間です。だから1回あたりは、まあ、1秒もかからないぐらいの時間で、計算ができています。ので、まあ、非常に効率もいいし、成功確率も高いということになってます。はい。皆さんもぜひやってみてください。という形で、今日はこの多項式の同一性判定の話をしていきました。で、最後は、結合性の判定にそれを応用するという話をしてみました。ちょっと最後の部分ですね、難しかったかもしれませんけども、じっくり眺めればですね、理解できますし、こういうのはやっぱりですね、自分で実装して、実験してみるとですね、面白かったですので、ぜひやってみてください。で、重要な技法として、成功確率の増幅というのがあったので、それを使えるようになってください。シュワルツ・ジップレの課題っていうのは応用をとても多く持ちます。特にこの多項式の同一性判定っていうのは応用をたくさん持つんですね。だから皆さんも別のところで出会うかもしれませんし、まあ、その時にはぜひ活用してみてください。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。